回41秒6とかだったんで、まあ更新できればいいなっていう気持ちはあるんですけど、ちょっとハーフウェットなんで、まあどうかなって感じですね。はい、頑張ります。はい、もうこれで走ったら危ない。もう針ベタベタ。今のヒートは4回目のヒートは諦めます。でガソリン入れてきます。ドライですか。まあちょっと濡れてる。ちょっとね。でもなんかベスト更新したっぽい。お、すごい。バネレートを上げたんですよ今回。もともとフロント9キロリア9キロなんだけど、リアの10キロをフロントに持ってきて、リアを12キロのバネを入れて、かつ、フロントにヘルパースプリングを入れたんです。それによって足が伸びるようになったので、フロントがちゃんと接地感があって怖いところが全然ない。めちゃくちゃいいです。はい、ということで僕がこう乗ってみたんですけども、一体それが速いのか遅いのかはもうまずわからんと。一応41秒33だったんですけど、早いでしょ、十分。いや、分かる、それは分かんないですよ。だから本当プロのドライバー菊池康選手に乗ってもらって、一体この車がどれぐらいのポテンシャルがあるのかっていうのをちょっとぜひ教えていただきたいと思うので、頑張ります。よろしくお願いします。さあ行ってみたいと思いますが、外から見てる感じもいい動きしてたんで上手だし変わんないと思いますよ。やっぱりファイナルが変わってるということで加速いいです。やっぱ筑波の線とかこういうところだとこういうファイナルは効きますね。アクセルオン。ここも向
気を変えて大事に。いいな、これもっとポテンシャル高いぞ。40秒1だから、あとどこ削ろうかな。多分これは39秒台を期待してるってことだよ。39秒入ってましたよ。いやびっくりしました。やばいっすね。車どうですか。車すげえいいんだけど。めちゃくちゃいいっすか。あ、よかったよかった。フロント入るし、リアもそれに対してちゃんとねグリップしてるから、旋回性能だから、旋回性能良くてちゃんと早くから踏めるから全然いけますよ。なんかじゃあ、ここやった方がいいみたいなのが特に。ニューハンドないな。あ、ないですか。ピーキーでもないし、アンダーでもないし。はい。バランス的にはすげえ取れてます。さすが、ハイパーマックス R。うん。さすが。さすが。いや、レベルと相当高いです。高いですか。ここには合ってると思う。あのファイナルとかそういうのも含めて。よかったよかった。うんうん。で、そのファイナルちゃんと活かせるトラクションがあるから。あれでね、逃げちゃうならしょうがないけど、はいはい、ちゃんと踏んでも進んでる。そうそうそう、踏んでもす。ちょっとインターパックもつけて、まあまあの仕上がりですね。次はじゃあちょっとチャージャーを乗っていただいて何秒出るか。確かに。ファイナル効果でタイム出されると商売上がったりだから。あのちょっといいじゃん、ファイナル。違う、チャージャーつけてもらう。違うな、是が非でも39秒5出してる。9秒1が出ましたけど、どうですか。まあ、スーパーチャージャーだったら普通じゃないですか、わざわざ。普通ですか。スーパーチャージャーをつければ、まあ、いけると。うん。だから、誰でも皆さん40秒切れるかもしれない。スーパーチャージャーをつければ。つければそう、ファイナル交換も一つの手なんですけども、やっぱりスーパーチャージャーかな。テクニカルファクトリーでつけると、やっぱりいい感じ。めっちゃ喜んでるっていう。めちゃくちゃ喜んでるじゃないですか。新品新品、タイヤ新品にして。8秒入ったね。新品だったらね。全然8秒真ん中行くの。8秒真ん中行くの。行く行く、全然全然。スーパーチャージャーならこれぐらい出て当たり前ってさっき言ってました。まあ想定通り。今想定。すげえヒヤヒヤしてたけど。やっぱ
っぱスイッチャーのね加速力はあるよね。立ち上がりからの立ち上がり、そうね、うん、僕の方はまあまあいいタイムで出たじゃないですか。だから行けんのかなって思ったら行きましたね、やっぱね。まあやっぱり直線で稼げるところはね。でも全回率が高いのはやっぱ NA の方が全回率は全体で言うと高い。危なくスーパーチャージャーが売れなくなるところだった。危ないよ。いやでもあの NA 仕上げてもらったのも、はい、テクニカルファクトリーさんです。はい、はい、よかったです。よかったです、はい、ありがとうございます。まっちゃんご GR86、はい、どうでした？一応ベストは更新しました、はい、どういうことですか？前回は、はい、052の265を使って、今回052の255を使ったんですよ、うん、だから、まあ、1センチ幅は狭まってたけど、うん、足がハイパーマックス R に変わっていて、うん、LSD が入ってるっていうのと、ファイナルギアも変わってると。おお。であとはエキテックの、ECU 書き換え。あ、それで書き換えで今何馬力になってるんですか？253馬力。へえ。やっぱ純正どんぐらいですか？235とかだから20馬力ぐらい近く上がってる。おお、すごいすごいすごい。そう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 。へえ。でまあレブも上げてもらったりとか、いろいろやって。レブリミットを上げることで。つながりが良くなるってことですね。そうね、だからギアチェンジするかしないか迷うようなコーナーとかも、うん、そのままのギアできる。ああ、いいですね。そういったカスタムを施し、タイムが41秒33。自分で走って41秒33。そう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 。更新。コンマ4か5ぐらい更新して、まあ、もうちょっといったかもしれないですね。うわー、はい、ちょっとすごいですね。いやカスタムの成果がしっかり出てるっていうのが、成果は出てるすごいっす、ね、やっぱりあの足が大きいかな、あ、うん、ちゃんと踏めるようになったっていうのもそこ大事ですよね。だってテクニカルファクトリーさんの GR86 のスーパーチャージャーに匹敵する速さだったんですね。どういうことですか？あ、もうスーパーチャージャーと NA がなんで肩並べてるんですか？まあ、GR86 同士だからそうだよね、はい、でタイヤも一緒じゃん、はい、本来であればスーパーチャージャーバーンってこう速いイメージが、でもコンマ5ぐらい違うよスーパーチャージャーと。とはいえです。とはいえ速い。とはいえです。そう、なんかもうスッと頭入ってくし、うん、ガツンとトラクションかかるし、動きは穏やかだし、あ、めちゃくちゃもう絶賛。やる、なんかやるとこありますかって言ったら、やるとこないって言われます。ないんだ。頭腕磨いてくれて。いやでもまあ、キャッティングとタイヤが、ね、違うから、ちょっとまあイコールコンディションじゃないってことはあったけど、うん、まあ、さらにあの富士で1回負けてるんで、富士で負けたんですよ、僕は気が引くに。だから次はやっぱ下級期かなと。下級期行くんですか？下級期行きたいですね。まあ、あの富士スピードウェイのような確かにロングストレートのあるところでは、はい、あのターボ有利になりますからね。あの僕を置いていくつもりですか？すべてのコースでケヤキ君に勝ちたい。どういうこと？次はもう実は2月、2024年2月にアピット壮行会の TC2000 か。ああ、2000だ。2000があるのでそこまた出ます。そこちょっと更新したいですね。したいですね。出たいですね。でも実際乗ってかなり良かったんですよ。今日はすごい、はい、はい、あの結構自分の頭の中では40秒だったんですけど、頭の中では40秒だったんですが、何回も回ってるうちはそこのあの掲示板があると思うんですけど、はい、何回見ても40秒ではないんですよね。まあでも42秒台ということで、まあ、そこがコンスタントに出せるようになったのは良かったです。あ、確かに。あの菊池さんもあのタイヤだよって言ってくれたんで。そうだね。タイヤで課金っていうことで。そうだね、はい、ということで、今回の動画終了とさせていただきます。 SNS のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。